世界三大美人とは、世界史上において特に美人とされる三人の女性のこと。世界三大美女とも言う、一般に以下の三人の女性を指す。クレオパトラ七世、ヤギヒオノコマチただし、オノコマチを三大美人に数えるのは日本独自の話であり、世界的にはヘレネーであるとされるが、そもそもヘレネーを加えた三大美人自体が日本で言われているものとの指摘もある。 北川歌丸が、完成の三美人を描いた、完成三美人日本の江戸時代完成期には、南馬や沖田、高島屋尾久、富本豊花が、完成三美人としてもはやされていた。これ以前の名和記に評判だった鍵屋汚染、元柳屋お藤、茶屋のお吉も後に、名和の三美人と呼ばれている。もっとも、初期の完成の三美人の一人は菊本おはんで、 あったが、豊かびなの登場で、四美人とはならずに入れ替わり、名和の三美人に関しても、お銭とお富士が特に評判とされていながらも三人にまとめられている。このような、美人を三人選ぶという日本の文化が、明治以降の国際化の影響を受けて、世界三大美人が生まれたのではないかとの指摘がある。東京大学大学院総合文化研究家、准教授。 長井久美子によると、小野小町が、クレオパトラやヤギヒと共に三大美人として、メディアに登場するようになったのは、明治中期からであるという。明治21年には、読売新聞の社説にて、美醜の基準は、国や地域によって異なるという話の折に、美人とされる女性の例としてクレオパトラと共に、小町と、陽比の名が挙げられている。長井の分析によると、 世界三大美人伝説が生まれた明治中期は日本でナショナリズムが高まっていた時期で、小野小町は国風文化を代表する文化人として理想的な存在だったのではないかという。一方、クレオパトラが三大美人として挙げられた背景には、1910年代女優の松井スマコが帝国劇場でクレオパトラ役を演じたことや、浅草で無声映画、 アントニーとクレオパトラが上演されたことが影響しているのではないかという。小野小町が美人であったというのはあくまでも伝説で事実であるという保証はない。平安後期までに成立した玉作り小町個性推奨という物語に美貌の女性が老水、没落するという内容がある。主人公の小町は小野小町であるとは一言も言ってないが混同され、 美人であるというイメージが出来上がったと長居は述べる。ここ無は歌集に収められた小野小町の歌が伊勢物語第25弾に引用されたこともこの混同の原因である。世界三大美女の中で男性が一番付き合いたいのはマイナフィーウーマン株式会社マイナビ2020年5月16日へ閲覧世界三大美女の美容職小野小町は行き地をすすった ニュースポスト成分株式会社小学館2020年5月16日閲覧南清彦名数絵解き時点総文社2000年1月1日89ページ ISBN4 から794703201会話に困らない使える雑談力1500藤社編集部斉藤社2016年364ページ ホリエ・ヒロキ学校では習わない愛と夜の日本史スキャンダル。実業の日本社。P30、ISBN 9長7844億845万3620。コンテンポラリー・ジャパニーズ・ラーケザム、ホワット・アンダーライズ・ワールド、S3 ・ビューティーズ・ディスコース、ウッド・キョ・センター・フォー・コンテンポラリー・ジャパニーズ・スタディーズ・ハット、ビジュアル・ワイド、江戸時代館、 第2版小学館2013年396ページ ISBN978 から40億9623万220ビジュアルワイド江戸時代館第2版小学館2013年397ページ ISBN978 から40億9623万220ビジュアルワイド江戸時代館 第2版小学館2013年396ページ ISBN978 から40億9623万220井上小一日本の女が好きである PHP 研究所 P115ISBN978 から4から5696万96 9619から5ハット ABC 小竹あさこ 世界三大美人演説から見えてくる、人々の認識の作られ方、小野小町は本当に美人だったのか。u-tokyo.ac.jp、ok、東京大学、2020年5月16日閲覧。北山小路、流行論美集判断の困難、読売新聞、1888年7月20日。小田幸子、小野小町変貌、説話からの絵。 日本文学史用第84巻、法政大学国文学会、2011年、21から28ページ、土井、10.15002、00010223。ここも歌集、小沢正夫、松田茂保役、小学館、漢役日本の古典第9巻、1983年4月30日、339ページ。 ISBN4 から零九から五十五万六千九から六六百二十三ミル目なき、我が身を裏と知らねばや、離れなでかい人の明日よく来る。竹取物語、伊勢物語、包み中納言物語と、土佐日記、さらしな日記、森美、昇る吉彦、川上博美、中島京子、江ッに香り、堀江俊之役、カーデ処防新社、日本文学全集令三。 2016年1月30日、105ページ。ISBN 978から4から30972873五ありがとうございます。